タグチ、白鳥シリーズ、ケルベロスの肖像。ケルベロスの肖像は、2012年に、宝島社から刊行された、カイドウ・タケルの長編小説。このミステリーがすごい大賞を受賞した、チームバチスタの栄光から続く、タグチ、白鳥シリーズの第6作にして、最終作。7月6日に単行本化されるのに先立って、 別冊宝島から4月21日に発行されたこのミステリーがすごい。大正作家書き下ろしマガジンにケルベロスの肖像と題して収録されている。ケルベロスとはギリシア神話に登場する三つの頭を持つ明快の番犬でケルベロスの塔は死への入り口を意味する。本作は東城大学医学部附属病院に脅迫文を送り込んだのかは誰なのかの特定が 主眼のフーダニットの他に、前編を通じて、アイセンターが稼働に乗り上げるまでとその結末が描かれる。そして、ラデン迷宮から主人公、天馬大吉が、作者がバブル三部作と形容する、ブラックペアン 1988, ブレーズメス 1990, スリジエセンター1991からその作中で、語られる、公開の食材が登場するなど、 著者の作品の中で明かされてきた過去と現在の登場代の因縁が収束されていく構成となっている。2014年3月29日にはチームバチスタシリーズとして映画化がなされた。スウェーデン王立工科大学の入り口のケルベロスアイセンター稼働をめぐる司法と医療の対立が表層化した登場大学医学部付属病院を襲った未曾有の危機。 アリアドネインシデントから1月後の7月、不定収穫外来責任者の田口は、公開病院長から先方の依頼で、院長宛に送られた、蜂の月、登場台とケルベロスの塔を破壊すると綴られた、脅迫状の調査協力を依頼される。しかも、田口に協力を要請した先方とは、公開にこの件を相談を受けていた白鳥の部下、姫宮香里だった。から、 この脅迫状が桜宮市の医療の闇の領域を背負いつつ2年前にグレの炎に包まれた壁水院桜宮病院の生き残りが絡んでいると聞かされた田口は生き残りの特定調査に乗り出すことにそして同時に田口は建築が済んだアイセンター稼働に向けアリアドネインシデントで停滞した AI センター運営会議の再開を進めていく運営会議は アンチ・アイハの思惑も取り込みつつも着々と稼働に向けて進行し、ついに稼働にまでこぎつけていった。しかし、脅迫状が差し示すくる8月のシンポジウムの日、登場台を奈落の危機に突き落とす事態が発生する。チームバチスタファイナル、ケルベロスの肖像のタイトルで、東方配給にて、2014年3月29日、公開。 2009年に公開された映画ジェネラル・ルージュの外旋の続編ではなく、関西テレビ MMJ 制作のドラマチームバチスタシリーズの最終作として制作される。ありがとうございます。